アメリカアマゾン、ブラックフライデー、1万ドル超えの成果報告です。この会員さん自身、初めての1万ドル超えと。1万1733ドル27セント。ね、ただ、この15日間でね、8329.81ってなっているのを見ると、えー、ここ最近の15日間で8300ドル。で、それ以前の15日間でね、えー、3400ドルですから、えー、まあ、 結構伸びてきてるなというのがわかると思います。10月17日にいただいた報告ではです、ね、この日はカート取得率が下がって、前日にカート取得率が下がって、1日の売り上げがね、145ドル95セント、1ヶ月で7663ドル77セントでした。しかし、ブラックフライデー前のね、11月20日から売り上げが急速に伸びて、本日の 報告は1日売上が上百が879.68ドルと、1か月で1万1773ドル27セントです。オーストラリアアマゾン、FBA が始まればしばらくの間は、ホリデーシーズンが続くようなもの、毎日がブラックフライデーになることが期待できます。この会員さん、アメリカアマゾン向けには納品に手間のかかる商品を扱ってますが、オーストラリアアマゾンなら、 簡単に納品できる商品で今以上の売り上げと利益を見込めます。オーストラリアアマゾンの FBA 会社が待ち遠しいですね。売り上げ報告ありがとうございます。